映画化というか、まあ、映像化をしたいと思ったのがもうかれこれ8年前で、1996年のことなんですけれども、その年に実はやっぱり同じ角田先生の、亡霊学級っていう作品をですね V シネで作りまして、でそれがまあ僕も個人的にとてもいい出来だと思いましたし、先生も非常に気に入ってくださって、まあ、その勢いで恐怖新聞作れないかななんてことを実は思ったんですけど、考えてみれば30年も経ってるのに未だに恐怖新聞っていうタイトルをね、知ってる人たち非常に多くて、でいわゆる何だろう何かの広告とかそういったものにも未だに使われてるわけで、だからやっぱこれだけのそのロングなんていうのかな、ロングヒットというか長い間人々にこう、まあ愛されてきた、原作ですから、やっぱりそれだけの何か力があるんだろうと、じゃあ一つその恐怖新聞をね、映画化してみようかという話に、まあ市さんもまあ納得してくださって、で結果的にまあこういう形で作れたと。はい、脚本に関して言うと、非常に脚本作りは難航しまして、というのがそのやはりそのやっぱり30年前の原作であるということで、で、原作自体はそのにこう書かれていることが、やはりどうしても時代がね、今の現在とその頃のあるとでやっぱりどうしても、ギャップが生まれてしまうので、もう大胆に全部変えてしまおうと。で、ですからその原作の方では木形玲という少年がその主人公なんですけどね、あの中学生が、ですけれども、今回の映画化に関しては、里見秀樹という、男が出てきて、でまあ、その人がその恐怖新聞を見たことによってその話が進行していくというストーリーになって、で木形玲はその、まあ、途中に出てくるその、まあ、恐怖新聞の謎を解くそのキーマンというか、そういうような存在として、しかも、山本圭さんに演じていただいて、そのすっかりもう少年ではなくて年のいった方という設定に変更して、作ってましたんで、まあ、ほとんどだからストーリーとしてはオリジナルストーリーになってます。好きなホラー映画ね、やっぱりね、一番僕の作品自身に影響を与えてるのは1960年代に作られたその、アメリカ映画で回転という作品と、それからたたりという作品があるんですけど、その2本、白黒映画ですけどね、この2本はやっぱりもう好きというよりは、まあ、僕にとっては一つの教科書みたいな映画なので、絶対外せない作品ですね。それと、やはりエクソシストの1973年公開版ですけど、に関してはやっぱりあれを見てなかったら自分は監督をやろうっていう方には思わなかったので、だからやっぱり回転たたりエクソシストの3本っていうのは好きとかそういうことではなくて、僕の人生にとってとても大事な作品になってますね。要はみんなが必ず一度や二度どこかの子供の頃はしょっちゅうや話したり聞いたりしてたであろうその怪談話、それをそのまま映像化できないかなみたいなことを考えてて、でそれはまあ強いてはその心霊写真の持ってる怖さみたいなことをその映画というか映像というかいう形でその再構築できないかなっていうふうに思ってたんですね。でそうするとやっぱりその心霊写真とかが持ってるその恐怖感っていうのは、その被写体がいて、その被写体の、がいるそのフレームのギリギリのところに人が立ってたりとか、何でもない空間のところに人が立ってたりとかする。でそれがすごい怖いわけですね。でだからそのやっぱりその
この空間、そのこの誰かを映してるんだけど、その人を撮ってる周りにある何か空間がなんか怖いと。でそれが心霊写真の面白みというか、あの怖さであって、だからやっぱり僕はその作品撮る時に意識してるのは、そういう空間の、作り方ですね。あのやっぱり空間がその恐怖感を、生みますんで、そこの部分は意識してる。なんていうかな、僕はやっぱりあの、基本的にその恐怖の対象物はあんまりはっきり見せないというね、あのことで恐怖演出をしてきたんですけれども、あの清水監督はそれを思いっきり見せるという方向で来て、でそれがまんまとうまくいっていると。でこれやられたなっていう感じで、ちょっと悔しい思いを、しました。で今回だから予言に関してちょっと見せるとか見せとこうっていうことで、多分だからちょっと今までの僕の作品とはちょっと違うところが、あの描写がちょっとあったりするんですけど、それはあの、清水隆の、ライバル意識というか対抗心みたいのがそうさせてる部分はありますね。それと、まあそうですね、あの黒沢さんややっぱり中田さん、落合さんは皆さんもう本当あの、まあ、僕と同年代もしくは僕よりあの先輩の方ですから、あの大体なんとなくあの、こうスタイルというかそういうものがもうあの分かってるというかね、構築されてる方々なんで、あのその皆さんと僕が一緒にこうあの同じプロジェクトに参加できるっていうのは、あのこれはもう本当にあのこの上なく嬉しいことで、あの、だからとにかくね、ちょっとあのちょっとライバル心持っちゃったのは清水隆かな。あ、今まで僕はその、テレビも含めてその、ホラーものを多数作ってきたんですけれども、現在の僕の一つの集大成の作品になったんじゃないかなと思ってます。ホラー映画ではあるんですが、あの、夫婦愛の話でもあるし、家族愛の話でもあるし、簡単に言うと、怪奇メロドラマとでもいうようなあの作品になってますんで、ホラーが嫌いで、ご覧にならないという方もいらっしゃるかと思うんですが、ぜひそういう先入観でご覧にならないのではなくて、あのこの作品はもちろん怖いところは怖いですが、あのちゃんとそのメロドラマというか、あの愛の話もあの描かれているので、単なるホラーというだけじゃなくて、あの、幅広く、さまざまな人に見てもらえればなと思ってますので、よろしくお願いします。